はい、速稼塾の久保です。今日の FX なんですけども、2021年の1月19日朝6時26分になります。一時期ね、102円台まで落ち込んだドル円だったんですけども、現在はバイデンさんが大統領決まったよっていうところからですね、103円の大台にまたね戻ってきまして、このままねドル高が進むのかなと思ったんですけど、やっぱりねこれは全体的な流れとしては円高に向かうと思います。ただ一つ注意しなければならないのが、バイデンさんの経済政策で200兆円の、ね、財政出動があります。これにこうして日本の財政出動がここでとどまってしまうと、ドル円のバランスっていうのは多分ね、変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。まあ円安の方に動くのかなと思ってますけどね。その懸念点はあるんですけども、ただテクニカルだけを追っていくと、このまんま円高の方向にまだ向かうんではないかなと思います。また102円台というのが見えてくると思うんですよね。そして私はその102円台に行くだろうということを想定しながら相場解説をしていきますので、この大筋の考えに基づいてこれからもセルセルセルでいこうと思うんですね。ただ先ほどお話したように、ドル円のバランス均衡が崩れていく可能性がありますので、ここはちょっとね、中期的には注意しなければならないかなと思います。まあ、ですので2月に入ってからこの影響っていうのは出てくるんじゃないかなと思います。1月中はずっとセールで行くつもりで、これからも相場解説をしていきますんで、よろしくお願いします。それではね、チャートの方を見ていただくようになります。はい、これがですね、まずはデイリーなんですけども、デイリーはいつも通り、こういう風な形でね、線が引かれると思います。もう皆さん引いてます？自分のチャートに。こういう風に引かないといけないですよ。この線以外はね、ちょっとありえないんですよね。でこれをフォーメーション分析って言うんですけども、今度ね FX の基礎講座の中級編でフォーメーション分析と、それからあとエリオット波動、この2つをね攻略しながら、あとは実践実践実践でやっていきます。ちょっと難しいですけどもね、ただ基礎講座の初級編、こちらの方が頭に入っていれば大丈夫です。で右肩下がりになっているわけなんですけども、お話したようにここですよね、バイデンさん勝利ってから急騰した後に、やっぱりテクニカルの方向に戻っていくよってことで、テクニカルの方向に戻っていったでしょ。で移動平均線もぐーっと上に上がりましたけども、先っぽがもうねすでに横ばいに向かってるわけですよ。だからこっからは下に落ちていくというふうに私は考えています。ここも同じです。ここも同じようになってます。ここも同じようになったでしょ。同じパターンですよね。じゃあ4時間の方見ていきます。4時間なんですけども、こういう形になって、高値圏でのヘッド&ショルダーではないんですよ。高値圏には入ったんですけども、ちょっとねヘッド&ショルダーとは言い難い形です。ただ私が思うところ、この収束は上髭長く出してますね。ここね、収束は下落に向かうんではないかなと。ここがね、打ち砕いてこれを突き破って下落に向かうんではないかなというふうに考えております。下の方に向かいますね。はい、では1時間ですけども、1時間はまあそうですね、ゾーンを引くとしたら1時間のゾーンはこの辺りになるかなと思いますね。だからこのゾーンで跳ね返されつつあるんですけども、おそらくねもうワントライで下の方に下がっていく、要するにこれトライアングルを書いてる状態なんですよ。これこういう風にね、だからこれが下に突き抜けていくんではないかな。だからセルに向かうんだよと。103円の500を割って103円の300とか200の方に向かいますよということで、セルを考えております。昨日もねセルの話しましたけども、結局は下落の方向に向かったでしょ。で今日も下落の方向に向かって、まあもう一回跳ね返される可能性はありますけどもね、もう一回ぐらいは、でもやっぱりセルで見ていけばいいんじゃないかなと思いますので、今日も明日もセルで行こうと思います。それではね、本日は以上でございます。じゃあ一旦切らしていただいて、暗号通貨の話ちょっとしましょうか。はい、これがコインマーケットキャップなんですけども、ビットコインの方は400万円また割ってね375万円ぐらいになってます。それにまあ対すること、イーサリウムですけども、ちょっと値を上げてきましたね。イーサリウムはね14万円か15万円ぐらいがターゲットになってますんで、そこで私はイーサリウム一旦決済しようかと思います。イーサリウムもね結構仕込んでたんですよね。なんせね2万円割った時期がありましたからね。うわイーサリウム2万割ったんだってバーゲンセルだと思って、やっぱりしっかほか買うわけですよ。今それがね大きな実りになってます。まあ当時ね別のネットワークとかでもう結構お金が浮いてたところもあるんで、それをね暗号通貨にどん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 横滑りさせていたってところですよね。で下の方に行くと、XRP がちょっとね心もとないですね。30円前後で落ち着いてしまったのかもしれません。見切り時なのかもしれませんし、黙っていたらまたね復活するのかもしれないと思いますけども、 XRP がね5位に行くっていうのは本当ね異常事態ですよ。
ずっとね、2位か3位かだったんですけどね。で、カルダノ、我らがカルダノが40円近くつけてきたじゃないですか。カルダノに本当にね、感謝様々ですね。いや、本当よかったな。まあ、ということでね、ビットコイン持たれてる方、そしてイーサリアム持たれてる方は、まあ、本当に、ビッグビッグですよ。ADA を持ってるのと同じぐらいの効果があると思います。ビットコインね、だって急速に上がりましたからね。たまたま1ビット、2ビット持ってたって方っていうのは結構報告したんじゃないですか。ビットコインで30万とか、10万とか、高くても100万みたいな時期はなかったですからね。特に去年の今頃、私の動画を見てらっしゃった方は、多分暗号通貨系の話って全然出てなかったと思うんですよ。だから私は仕込みましょうって言ってビットコインをね、買うことをお勧めしてみましたけども、まあよかったんじゃないですか。100万円以下でいっぱい買えて。ちょっと喉が調子悪くなってきましたね。はい、ということで今日はね、FX のことと暗号通貨のことをお話しましたけども、いかがだったでしょうか。またね、暗号通貨でコーナー作って、ずっと話を進めていきたいと思います。まあ、暗号通貨に関しましては、妙な IC を進めたりとか、私は全然ないですから、わけのわかんないね、ウォレットを入れましょうとか、そういうのではなくて、まあ、純粋にテクニカルで、そのまま、暗号通貨の方も見ていきますんで、FX が理解できた方は、ダブルでね、これから、FX でも儲かるし、暗号通貨でも儲かるしというふうに、本当の二足のわらじを履いていきましょう。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。